さあスモールチームスモールの決勝が始まります、ノーミスでいけば日本の2位は2位以上も確定してますノーミスでいけるかどうかそれだけです。もう日本はどれだけ頑張ってもトップにはなれない。ただしトップの犬がこければ日本が自動的にトップになります。ジャンピングの制覇チーム150、チームスモールのジャンピングは非常に厳しいコースでした。ブラジルは全員失格です。それに比べてこのアジリティのコースはまたとんでもなく簡単なコースです。標準タイムは37秒ですから、まあ普通に行けば楽々クリアできるタイムです。おっと飛んでしまった。これでワンミスです。ノーミスで行けばいいわけですから、かなり安全策が取れます。ブラジルの2投目です。ブラジルは全員失格したジャンピング。このスラロームの入り、それからスラロームの出が少し難しいですでも安全策を取ろうと思えば取れるようです。これだとそんなに難しくないと思います。飛んでしまいました。これで危ない。ブラジルの3投目です。これは犬なの、ね、あマンチェスミニチュアシュナウザ、ミニチュアシュナウザ元気いいな、これ、うん、先行スイッチの方がいいような気がしますね。ここの間に入り込むとこの後の勝負そんなに難しくない。受けて立つと難しくない。ブラジルの4投目です。ブラジルは失格が2つまた増えてしまいます。失格いくつ見えた？オランダは？オランダは失格一つ。失格したという。ブラジルは失格が2つ増えてしまいます。形の方が安全ですよね。ここがオーバーになりやすいです。オランダの2投目。手が長いな。
手によく反応しています。ここへ入った方が処理がしやすいです。オランダの3投目です。あっと雑な処理です。失格だ。なんと失格？失格か。Dolly. 2番目、オランダの4投目です。すでに失格が一つ増えてしまいました。チームのジャンピングは非常に厳しいコースでした。ミスと失格続出。あ、違う、標準タイムが厳しかった。ミスと失格続出はミディアム、標準タイムが厳しかった。標準タイムクリア、チームとしてクリアできた国は一投もなかった。一か国もありません。カナダです。失格一つ組です。ここは案外つながる。エアプレーンです。ここは先行しました。おーっと、もう一気に飛びます。37秒。標準タイムがちょっと微妙な標準タイムですね。完全にあんまりゆっくりもいけない標準。おっと、またミスが一つ増えました。チームスモールはジャンピングで全ての国にタイム限定がつきましたので、ノーミスで行きたいすればその成績より下がることはありません、ね、だから日本の場合でいくと、ノーミス、日本がノーミスで行けば必ず2席より上、上位には行くことになります。ノーミスが条件です。この人、自分が動くのだけでも大変じゃない。抜けたろ。カナダの3投目です。74投目、カナダの4投目、75番のとこって、飛んでしまいました。スウェーデンです。まず失格した次です。
informace druhá, na tabulka kostce vidíte výsledky tohoto běhu, výsledky družstev, můžete sledovat online, pokud máte nějaký chytrý telefon či podobné možnosti. こいつ? スウェーデンの3番目、はい、1番です。この、こいつは失格してない。してないです。ミスが出ました。いやー、この人ここは上手だね。あー、こっちで反応させて。 それしました。スウェーデンの4投目です。ポーランド、チェコ、ポーランド。 ポーランドです。まだ失格したところです。 3投目です。
Děkujeme. よくてはミスになっちゃった。
そんなにタイム自身がそんなにイージーなタイムじゃないですから、あんまりしっかり安全策は取れないんです。あら、どうしてやった、すごいゆっくり乗っちゃった。やる気なくなっちゃった。痛かった。46秒82。南アフリカの3投目です。2投目の犬なんか途中で調子悪くなっちゃった。出てこない。ちょっと暗いからちょっと入りにくいな。あ、出てきた。And the team of South Africa is on the first position in total, of course. Ah, the ball was taken. This was also taken. It's completely increased. エストニアの2投目です。1投目は3ミスしてしまいます。失格して1投目3ミスなんで、エストニアはミスが増えます。ジャンピング2ミスでしたけども、これで今のところ5ミスになってます。ノーミスグループはいつ出てくるの。まだまだ先。そうですね、まだまだ先。ちょっとワンミスグループ、あ、2ミスが痛く、ワンワン吠えてる。
tak to OK. Max Osmus. A vrát. ベラルーシに飛べです。そんなことやってる暇あるの？15秒ルールの時に。15秒ルールに引っかかった犬は今のところいないと思います。 今のハンドルですよね。
ちょっとオーバーランさせた方が。
った。今ちょっと動き遅れました。Starting number 72, those in blue and Rodriguez, Belendi. Portugal, Spain, no Santo. Oh my. Care hard in the world. かなりかけてきてる。さあ、タイムはどこまで来る。2番クズヤさんが鍵に入りそうになってきました、森山さんとクズヤさんの走りがちょっと日本チームの成績に影響しそうな感じになってきました。Thank you.
team is the team of Great Britain. The following team is the team of United Kingdom. The opening team is number 16, Chisholm, Rose Cavill, Spice. English no one is group. The overall results of jumping in agility, Luxembourg is on the second place, first Spain and third Slovakia. První místo Španělsko, druhé místo Lucembursko, třetí místo Slovensko, jsou čtyři. A tímto předvání je posledním dnem, který se nám představí před přestávkou. The last team before the break. Starting number 25, Leif Odin and Macy. Here is when you told me this. Oh, I'm not going to go. I'm going to go. Siren, you can't. I'm going to go. イギリスの3投目エミです。案は標準タイム微妙です。今まで4投とも標準タイムクリアできた国はなかったと思います。 この状況でいくと、ちょっと森山さんと藤谷さんの回路が微妙な感じになってくるんじゃないでしょうかね。あっと。これで、4投目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 
数は増えたのかな、うん、うん、この人綺麗に回した。これならタイムが引っ張らない。Nice round. 46-16. 実際は Of Finland. Starting number 55. Aniko Lainen Rari. フィンランドの一本目です。早いな。ペナントに下り取られました。いいラインを作るね。スモールの決勝は
タイムの争いになりました。予想に反してミスじゃなしにタイムの争いです。日本チームでいうと森山さん、くずやさんのタイムが日本チームの成績に大きく影響するかもしれません。Allora Raimo Finna, preparing the team of Slovenia. Finland の3投目、4投目、4投目、Finland の4投目です。失格が1つ出ました。ワンミスがありますからミスが1つ増えてます。勝負に行ってます。これだとタイムにかかってくる。スロベニアです。マリスコップ、はい、何セット？13です。減点の合計を言った方がいいわ。ワンミスグループっていうのもないの、どこだったっけ。スロベニアです。スロベニアが 10.71? 10.46?10.46 書いとけ。今のところスロベニアの限定の合計は 10.46 です。スロベニアって書いとくな。とさあ、ワンミスが1つ出ましたから、この後ミスが出ると限定が増えていきます。スロベニア何これで 15.46。 ちょっとタイム限定に書いてくれ、これはタイム限定来ないよ。スロベニアの4投目です。今のところスロベニアの限定の合計は 15.46 よりもたくさんあると思います。タイム限定は引っかかってないか、一投目。何投目？2投目が2投目が1ミス、2ミスだろ、はい、2投目のだからその限定はなくなる。だから 15.46 止まりでしょ、この調子でいくと。この辺はタイムに引っかからない。ノルウェー、first competitor starting number 77, Christine Mackland, Chico. 81と 15.46 どっかに書いておけばいい。それはアボドの方が好きです。どこ？ノルウェー。ノルウェーの限定の合計 7.06 と書いておく。06、06。さあ、大変な争いになりました。なんでああって言ったの。さあ、タイムに引っかからないか、大丈夫だ。ノルウェーの2投目です。
大変な争いになりました、チームのスモール。Norska sportuje 12. místa se 7. ztráty. 結局はタイムの争い、タイムの争い、それも遅い犬のタイムの争いになってます。ワミスベート。だから少なくてもさっきのタイムに引っかかった分だけは減点増える。これは？Czech team, the third team is ready, starting number 6, Hill, the Magnet and Baya. Norway の3投目です。ノルウェーは減点が少し増えました。今これタイム減点とペナルティの合計の点数を言わなきゃいけないね。それが 7.06? うん、はい、7.06。 おかしいな。これは10.0 of Belgium 4投目30。おかしいな、なんだろう。ノルウェーの4投目です。6.95 って書いてくれる。さっきさ、はい、スイスが5席だろ、はい、6席のペナルティー何グッズになってるか見てよ、はい、7.5 ぐらいなかったっけ。今 7.3。 おかしいじゃないか。だから3.52。 3.52 か。どこだった？ベルギーです。ベルギーか。口笛の王者の。口笛の王者のところ。1投目のミス？ノーミスです。タイム減点ある？はい、ああ、まあタイム減点の争いになるわけ。なんか日本は森山さん次第になってくるんじゃないか。あ、この犬引っかかるわ、完全に。あ、ミスも出た。この人の成績は関係なくなるな。次年の失格すれば別だから。あ、失格した。ペケだ。どうですよ。カリベロ、イベリア人オフロシアフェデレーション。あ、違う、これ口笛のおじさん、まだベルギーの最後だ。中米のおじさん忘れちゃう。この人もだけど、この村と引っかかるんじゃないか、タイミング。もう完全にタイミング引っかかる。だから、減点がいくつ増える？計算できる？タイム減点、あの3等のタイム減点を合計しながら。
Další družstvo, jak mě družstvo ruské federace. The following team is the team of Russian Federation. The first competitor is starting number 49, Milena Kapustina, Haki. 4.88. そのベルギーの限定の合計いくつになった？計算できない？10.38 もある。でもトップだな、10.38 まで。10.38 トップだ。それベルギー10.38書いておいて。ロシアの2投目です。1投目はノーミス完走しました。今のところ10点いくつ？ベルギー10点いくつ？ベルギーの 10.38 で今のところベルギーはトップです。ロシアチームスタートは10ポジションで 4.88 ボディ。ロシアの3投目、ロシアは失格出ましたので、あとこの人と次の人の限定の合計が加算されていきます。トップバッターはノーミス完走しました。いいな、これはノミスで行けそうだ。タイムも大丈夫そうだ。さあ、ロシアの4投目です。限定とコンマ3がジャンピングの限定に加算されます。さあ、スモールの熾烈な争いになってます。血で血を洗うような争いになってます。OK です。あ、これはだけどタイム引っかかるな。ここまで来れば OK です。あとはタイムです。デンマークは何点まで限定できるか。1投目31番、ナターシャです。得点差計算できない。そのロシアの減点とこのデンマークのジャンピングの減点を引いてみて。デンマークスタートフォーマインポジション、もう帰ってこないの見てて、これどこだったっけ。デンマークです。デンマーク 2.92 以内の減点でトップに行きます。ロシアが今何点、ロシアが何点減点、ロシアが何点減点になったか。ロシアが 7.1 です。ロシア 7.1 の減点で現在のところトップです。デンマークが 2.92 以内の減点になるとトップ逆転します。トップ入れ替わります。ちょっとこいつ遅いぞ、これ引っかかるな。デンマークの3投目です。2投目は完全にタイムに引っかかりました。だから今の2投目よりタイムが悪い人いたらデンマークは上位に行くことはできないです。
チリはミスしたら終わりです。さあタイムはどこまで取る、どうだ、タイムはどんだけ、デンマークはどんだけ、タイムはどんだけ、タイムはどんだけだった、2点いくつだったの、この人が 2.92 以内の減点で進めばトップ逆転です。ちょっとプレッシャー強い、どうだ、あタイムどうだ、デンマークの合計いくつになった ?4.18 さあで 4.18 からこの 3.9 引け 0.21 です。さあ 0.21 以内に収まればこれどこだったっけ、イタリアが逆転でトップに行きます。それよりミスが多いと。スタートナンバー12、アンドレア・カチェトーリー、グレッグ・ファンフィア。大変だぞ、おい。大変な争いになったわ。今最高どんだけ？最高って何点？違う、今ロシアがトップだろう、ロシアの減点の合計、あれデンマーク 4.18、 もちろんアミスはダメだ、イタリアの3ポンドです。ああ、これはもう完全にタイムに引っかかるな。ということはイタリアはもう上位にはいけないのか。これは計算大変だぞ。もう日本チームがどんだけ取ればトップに行けるかも計算できるよ。これ完全に引っかかるな。さっきのやつどんだけ引っかかった？イタリアの限定の合計、これが終わってからやるか。おお。落ち着いてるわこいつ、よく勝負知ってますね、これはもうノービスでいけば上位いけると知ってます、要所要所だけ力を入れた、あとはレノベ3番レナです、レネです、First Denmark, second Italy, third Russian Federation. На первом месте Датская Республика, Италия, а третий Русская Федерация. Предыдущая позиция. Италия сейчас на 2-м месте. Денмарк топ. Денмарк на генпинге кто? Сейчас на топ это Денмарк. Денмарк 4.1. Денмарк 4.1 на генпинге топ. Ты готов? さあ、これで次の犬、あ、ツーミスだ。さあ、これで次の減点が今度加算されてきます。これからのタイムが加算されていく。あ、
ああ、これ完全にターム引っかかるな。もうこれトップに行けないわ。タイム差いくつだった？デンマークと、これどこだったっけ？オーストリア。オーストリアのタイム差。もうこれでなくなった。もう完全、もういい、計算しなくていい。これでオーストリアはないです。もうこの国関係ないから次の国の計算しておいてよ。さあ、今のところデンマーク 4.18 で取っています。日本の減点がどんだけ？日本の減点は、あ、抜けちゃった。1.27 引いてみ。もうこれワンミス。タイムも引っかかるから、この辺の成績もあれだわ、あの加算されないわ。分かった、後で。もう言わなくていいわ。もうこれ引っかかるに決まってるから、かなりの量引っかかる。このままデンマークがトップだと、オーストリア、もう関係ないよ、オーストリア。みんなよく知ってるよ。だから減点を 0.66 以内に抑えないとトップに行けないわけ。上がってきた。ロシアの減点いくつ？ 7.1 か。ロシアとの減点差は？チェコですか？日本。日本 4.18。 4.18 はもうデンマークだろ。5.83。 新浜、稲川いた？いない？いないです。わかる？お前言ってること。言ってること。だから今のデンマークとの日本の減点の差が2点いくつ？デンマークとの減点の差がいくつだっての？2.9？ さっきお前計算したじゃんか、それ。ロシアも日本、デンマークどっちもいるの？53番、分かるか？はい、 2.91 以内でトップで、そのロシアとのタイム差以内で2位。シアが分かってるか、お前どういう状況になってるのか。ロシアが今2位なの。分かってないわ。世の中が分かってない。手上がった？これ、限定少ないだろ、まだ。トップいきそう？チェコで何？チェコ今、6です。6か。これは本当に大変なことになったわ、これ。あ、これでどうだ？じゃあ 0.06 足す。これでトップ入れたらあれだ。
2.31で、トップ。で、デンマークとの差を。2.31でトップ、2.、わかるか、お前。わかるか?2.31でトップ、2.91で2位だ。2.31と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 2.
こんなとこまで出てた。誰だ。スイスの3番手。2番手です。2番手。はい。あとワンミスすると、スイスは上位に行きますよ。新浜、わかるか今の状況。わかんないですね。ライトで。なあ。お前、昨日あんだけ説明したのに。 Patrušná Čechu zástupní Mimošvýcarská stadoní číslo 37, stadion number 37, David Hönsberger Q. さあ、大変なことになってます。 惜しかったよな。でもこれもタイム引っかかるんじゃないか。なあ、これ引っかかるな。拒絶一つぐらいタイムさ。スターティングナンバー47、コニカメラ・バルドゥール。こんなに増える。スイスの減点こんなに増える。トップになってもこんなに増える。 さあ、もう大変な争いだぞ。いい変わるよ。あ、これでドイツもワンミスです。 The total results at the moment are Czech Republic, Denmark, and Switzerland. シーハンが分かってないって感じだよ。これも一緒だから、一つも二つも。この人の写真は数えてない。 Ayana Tatum, starting number 108, Lorente Di Roy. ドイツの2投目です。さあ、ドイツはこの人から後の点が、得点が、減点が大きく積順に影響します。 これはだけどタイムは大丈夫、クリアできそうだなと思います。新浜、ちゃんとやんなきゃダメだ、一番大事な時に。さあ、1投のお店来ました。
あと2人の成績でドイツの成績が決まります。あの犬も速いな。今2位とかスイスだって。デンマークトップがスイスか。チェコです。チェコか。3位がスイスです。3位がスイスか。いやー、この人は さあ、ドイツの3トンです。あ、これは早いわ。タイムが引っかかってこないよ。ミスがあるかどうかだな。うん、これはトップ入れ替わりだ、きっと。ああ、トップ入れ替わりだ。計算して直さないと。シンハーマン、ほらすぐ直したって言ってこい。今やドイツグループで、トップの差が 1.7 です。2位との差はさっき1投目 27D です。ドイツが1、 1.71? 1.7 1.7。 でもそれもう言ったってしょうがないよな。 1.7 限定しないでおこうと思って走れないんだからな。もう結果論にしかならない。これはタイム食らうな。はい、アメリカ？アメリカ。どんだけ食らうかだよな。そうだ。もう行ってもしょうがないよこれ。あ、逃げてった。かわいそうに。さあ、アメリカの3投目です。2投目が失格したので、この3投目と4投目の成績でアメリカの成績が全部決まります。会場シーンとしてます。知ってるね。これだとタイムには引っかからないですね。ミスがどうかというところですね。もうコンタクトはアメリカは絶対確実ですね。うまい。もうミスは一つもしてるとダメだろ。こいつはだけどタイムちょっと微妙だぞこれ。でもトップは入れ替わりだな、これで。トップ、あーいかん、あー、手上げよ手、うん、これでアメリカはトップ入れ替わらないよ。チェコのまま。さあ、クズ屋さんと当たり前よ。あーっと、あかん、調子悪い。さあ、これで日本はもう後なくなりました。後なくなりました。
0.43? 0.43 の余裕しかないです。37秒43以下で走らないといけない森山さんのノーミスで、すべてはもう森山さん次第になっています。もうね、超えてる場合じゃないよ。15秒料理に引っかかっちゃう森山さん、あんまりグズグズしてると離れられるか、えらいとこ行った。どうなの、動きが硬いよ。おいいぞ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 、いやーこれタイム引っかかりそうだな。あんまり硬くはいけないんだぞ。あ、いいぞいいぞ、調子が出てきました。このスピードでそのまま行け。さあ今度は、あー飛んじゃった、もうおしまいだ。これで表彰台もなくなっちゃった。5点減点ないな、ないな。Please representing Japan, さあ、まほちゃん、ベストラップ狙ってほしい。もう、それしかない。ああ、いいよいいよ、もう、続けないで。The last team of Japan is going to run out in the assisting and ultimate run of the team of Japan. Starting number 76, that is team of the Czech. Best of luck. もう安全策なんてやってられないの。ベストラップ、ベストラップ。まあ、日本のスモールがいかに速いかと見せなきゃね。うまい。OK、OK。さあ、ここまでは完璧だ。まあ、さあ、こっから腕の見せ所だ。ほら、しっかり走れ。うまい。よし、さあ走れ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 、待ってんだもん。よし。さあハンガリーの男性が走れます。さあトップに行く可能性があるのはもうハンガリーだけです。ノーミス3と揃えればトップです。さあ何秒になってるハンガリーは。0.62。 さあ計算せよ、トップチェコとのタイム差。あー、やっぱり大変な争いになりました。さあ2番、あのトップだぞ、今のトップドイツか。さあ、あとノーミスの2つでトップになります。あとノーミス2つでハンガリートップいきます。今のトップだよ。どこなんだよ、ドイツだろ。あー、いかん、これタイム引っかかりそうだ。上がった、こけた。さあ、そうなると残りの2人がノーミスでいかないと。さあ、ハンガリー、あとの2人がノーミスでいかないと。おい、タイムで引っかかったのは誰だ。あとの2人かなあ、これタイムで引っかかってるんだろうか。ハンガリー最初の人が0.1。最初の人だけ2人目はワンミスでタイム引っかかった。3人目は今やってます。違う違う、ジャンピングの時にタイムで引っかかった人はこれじゃないかっていうの。
この犬だわ。あ、これでもうなくなった。ハンガリーがトップなくなりました。Starting number 23, じゃあドイツがトップ、2位がチェコ、3位がデンマーク、確定だ。